はい、皆さんこんにちは、ひさです。今日の話題なんですけども、勘違いしてる人が多いかなって思ったりします。どんな勘違いかっていうことなんですけども、株についての勘違い。日本の人口なんですけども、1億2000万人ぐらいらしいです。そして投資家人口、これが2700万人ぐらいなんですね。で、ほぼほぼ1億人ぐらいの人が積極的な投資をしてない。まあ、例えば、自分の資産を銀行に預けたままとか、まあ、日本の債券を買ってるとか、保険の商品を、学資保険とかね、そういうふうなものを買ってるとか、もうほぼほぼの人が積極的な投資をしてない。ということで、日本っていうのは教育もなされてない。世界的に遅れてるっていうのが現状なんですけども、前回からいろいろファイヤーのこととか、ローンのこととか、話してるんですけども、ここでね、一つ勘違いしてはいけないことなんですけども、世界中の株がね、上がってきて儲けてる人が多いと思うんですよ。世界中の投資家の人で、もちろん日本の投資家の人で、私も株をやってるわけなんで、正直損はしてないんですよ。日本人の人口のほぼほぼの1億人の方がそういう積極的投資をしてないわけなんで、そのやってない人からしたらすごい儲けてるじゃないとか、いいやん、すごいっていう風に思ってるかと思うんですよ。そこがそもそも勘違い。今だけを見てるじゃないですか、そういう人ってね。だってね、今までリーマンショックとかコロナショックとかいろいろあったわけですよ。2700万ぐらい一気にマイナスになって、やっと回復したのが4年ぐらい前の話なんですよ。10年以上ずっとマイナスになってるわけなんですよね。ここ最近やっとそれを取り返して株高になってきて利益が出始めたんですけども、でもその今のこのスポットだけを見るとすごい儲けてるかのように思われちゃうっていう。いやいやいや、全然このリーマンショックから15年ぐらいの間はずっとマイナスだったわけで、今たまたま株が上がってるからその分を儲かったとしても、このずっと投資をしている例えば20年の間でこの4年間をこうフラットにならしていくと、本当にビビたるもの、投資家とは言えないような稼ぎしかないわけじゃないですか。そこをスポットで見て今投資してる人たちはすごい儲けてるかっていうのは、それはね、私は絶対違うと思うんですよ。これはあの投資の考え方で、投資っていうのはこう長期的に見て、全体的に見てこう何パーセント儲けてるか、自分の資産がどれだけ増えたか、このね、最初から比べて最後っていうことで何パーセント資産が上がったかっていうところで見るので、このスポットで見てパッて上がったところを見てもこれ仕方がないんですよ。というところで、そういった勘違いがないように新しくこの株の世界に参入される方は、短期的な投資でこう投資をするっていうことじゃなくて、長いスパンを通してどれだけ自分がプロフィットを得たかっていうところで見るのが正しい見方ではないかなって思ったりします。で、初心者の方とか年配の方が失敗するのはもうズバリスポットでしか見てないから失敗するんですよ。長期的なスパンでこういう投資っていうのを考えていかないと絶対成功するわけがないと思うんですね。だからデイトレードを今だったらしても儲けれると思います。基本的に日本の株ってこうね、なんか変な動きしてるんですよね。世界的な評価が今一つ4万円切るぐらいな感じじゃないですか、今ってね。だから企業に対しての実力的には日本の株価ってまた低いと思うんですよ。もっと上がるはずなんですけどね。ただスポットで見るのは絶対に良くない。でね、もう一つ勘違いしてはいけないのが、例えば私がめっちゃ儲かったってするじゃないですか、この4年間でね。でもその儲けてんのは私だけじゃないんですよ。私が儲かってるぐらいだから、もうみんなその2700万人の投資家っていうのはほぼほぼみんな儲かってるはずなんですよ。失敗してる人は少ないと思います。1億2000万人のうちの2700万人ですからね、この投資してる人たちを。だからおのずと儲かってるってなった場合はこう目立っちゃうわけなんですよね。1億2000万人のうちのこれ 27% しかやってないんで、だからそこがね、スポットで見て
勘違いされてる人が多いと。投資家っていうのはスポットでやってるんじゃなくて、もう長期的なスパンでやってますんで、その間には先ほど言ったリーマンショックのガクッと減った時、そこからグッと上がってくる時、その時の含み損っていうのが必ずありますので、スポットで見たら儲かってるけども含み損もあるっていうことを考えて投資っていうのは見た方がいいかなって思ったりします。投資をするということは、投資したお金に対してリスクを取れるかどうか、それで儲けれるか儲けれないかっていうのが決まります。なので損をするのが嫌だっていう人はリスクが取れないわけじゃないですか。じゃあお金は絶対出さない、お金は減りもしないし増えもしない。で、投資家っていうのはある程度お金が目減りするっていうのを理解した上で投資してるから、儲かった時には儲けれる、損した時には損するっていうのが投資の世界で、まあ、ここまでちょっと勘違いしてはいけないかなって思ったりします。リスクを取ってるから儲けれるかなって思ったりします。やるやらないっていうのは自分で決めたらいいと思うんで、その儲けたいって思ったらリスクを取る、でも逆に損する可能性がある、これは多いね。だから儲けれる世界が株の世界だっていうね。それを回避するために長期の運用をしてリスクを回避していくと、そういうね考え方ではないでしょうか。はい、ということで今日はね、勘違いしてるんじゃないかっていうね、人が多いかなって思うんですけども、まあそこをね、どういう感じで投資っていうのは考えたらいいのかっていう話をさせていただきました。ということで、ワルクチャンネルいろいろアップしていきますね。皆さんよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ひさでした。まあね、今やったらほぼほぼ損する人はいないと思います。私も含めてね、やってる人はみんな儲かってると思います。それは自分で決めてください。